基本ヤンキース2点落でなぜかジャッジが叩かれてしまう。ア・リーグ東地区首位を走っていたヤンキースが敵地のレンジャーズ戦で逆転サヨナラ負けを喫してオリオールズに首位を譲って2位に転落した。打たれたのはチームの守護神で29セーブを挙げていたワン・ホームズ。1点リードでマウンドに上がり、先頭打者こそ抑えたがケリーにセンター全ヒットを打たれるとスミス、セミエンに連続四球で一失満塁。ここで迎えたのはシーガー欠場で2番に入ったランブフォード。フルカウントからの7球目のど真ん中に入ったスライダーを叩いた打球はレフトポール際の2階席に入る10号グランドスラム。肩を落として三塁側に歩くホームズは、これが今季11試合目のセーブ失敗。またもベンチを裏切った。ファンって残酷だよな。前半戦あんだけ褒めちぎってたジャッジをワイルドカード争いにまで落ちぶれたと今じゃ叩きまくってんだから。もう10試合ホームランなしだと。まああまりに調子落としすぎだとは思うよ。疲れたのか？叩きたくなるのはわかるが、ここまで来たのはジャッジのおかげでもあるだろう。ズバ抜けてる選手おると期待しすぎて頭おかしくなるもんや。他の選手が打てばいいのでは。ポストシーズンでヤンキース戦はなくなりそうなのは驚きだよ。まだ貯金21あるのに。ワイルドカード3枠やし PO 出られないまではいかんやろ。どう考えても原因は投手だよ。あれだけ史上最強チームってキャッキャしてたのに。同じ地区にオリオールズがいるのは毎年ストレスすごいと思う。お互い様だろうけどね。結局ジャッジ次第のチームなのよ。ヤンキース相手にするときはジャッジ敬遠しまくるのが正解。ヤンカスというかニューヨーカスが狂ってるからな。新庄ですが心が折れる土地柄。ジャッジ以外にもっと叩く要素あるだろう。ヤンキースのファンっておかしいよな。大谷はヤンキース行かなくてよかったよ。ヤンキースファンって押し出して地味にヤバいの？ド派手に行かれてるぞ。近寄るべからず。管理人のつぶやき。メジャーは各地区の首位争いも接戦で面白いですよね。毎日ジャッジやソトがホームラン打つシーンが SNS で流れてくるので普通に首位なんだと思っていましたが、2位に転落していたんですね。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。